回返してます。じゃあ今度はメダルを手にしたので、はい、次かけてあげるのはそうですね、メダルです。何かありますか？やっぱり競技に入る前に天国のおじいちゃまに何か語りかけていました？いや、もうそんな余裕正直なかったです。そうですか、いくつありますか？新種目っていうことで本当にこう技の開発とかも苦労されたと思うんですけれども、なんかどういうところでこうなんかこう情報とかを得て伸ばしてきたのかなと思うんですけれども、いかがですか？そうですね、まあ、新種目といっても、まあ、五輪で新種目になって なる前からこのハーフパイプっていう種目はずっとあったので、そういった意味では、まあ、あんまりその新種目だからっていうこだわりもなく、本当基本的な部分からどんどんやっていったっていう感じで滑りましたね。そうですか。でも資金集めでアルバイトされたり、それからやっぱり環境整備っていうのはこれから必要になってきますか？どうですかこの辺は？そうですね、まあ、自分たちがナショナルチームができたりとか、オリンピック一番最初出て開拓者みたいな形になってると思うので、はい、まあ、そういう部分では次につながっていければいいかなと思ってます。アルバイトはどんなことをされたんですか？まあ、居酒屋バイトしたりいろいろしましたね。そうなんだ、いらっしゃいませって言ってたんですね。はい。そうですか。日本人にするのやたらうまいです。そしてお酒も好きでいらっしゃる。じゃあ日本に帰ってからは地元の方たちと一緒に祝杯をあげるわけですか？そうですね、まあ、でもとりあえずちょっとゆっくりしたいです。あの今回やはり4年に一度のオリンピックで、そして3人しかもらえないメダルを獲得したということなんですが、まあ、かなり落ち着いていらした様子には見えたんですけども、それでもオリンピックって格別でしたか？そうですね、回ってみてやっとその格別感が分かったというか、スタートしてゴールするまでっていうのは、まあ、いつもと変わらず本当大会に挑んでるっていう気持ちだったので、終わって初めてオリンピックっていうのを実感しました。すごい。今後の目標は何でしょうか？そうですね、まあ、本当にまだ終わったばっかりで、次のキャリアとか次の大会、この大会に出てこうなるっていう目標が今は正直ないので、またちょっとゆっくり考えていきたいと思います。いやいや、4年後は本当におめでとうございました。ピョンチャンで、はい、企業を目指してくださいね。まだ29歳ですから。はい。頑張ります。はい、本当におめでとうございました。小野塚彩乃選手でした。はい、綺麗なですね。さあ、続いてその他のニュースに行く前に、どうですか小坂さん、はい、どうですか？やっぱりこう新種目をちょっと開拓していくって本当に僕らも嬉しいですね。もう伝統的な競技もいいですけども、こうやって新しいものがやっぱり日本がメダルを取っていくっていうのはまた楽しみですよね、これは。そのボードの平野選手や平岡選手もそうですけど、なんかこう平常心っていうか、そう、ね、別にそんなにときめいてるわけでもないし、やったぞって感じもないし、あの辺がいいんだろうなって思います。そうですね、そうですね、気負わないというか、ね、平常心にいつもいられるところが、ね、今回のこうメダル の、はい、獲得したところなのかなと思いますね。10月からどう自分の武器が使っているのかというのが重要になっていると思いますけども、本当に真面目に表彰台の一番高いところを目指してほしいですね。で、はい、大体ですね。さあ、それではその他の最新ニュースについて、牛森さん、山口さん、お願いします。現在報道局にはご覧のようなニュースが入っています。今日はまずこちらのニュースからお伝えします。森元総理がフィギュアスケートの浅田真央選手について、あの子は大事な時に必ず転ぶなどと発言していた問題です。森元総理のオリンピック組織委員会会長としての資質を問う声も上がっています。比べるならホテルズコンバインド、世界のホテル予約サイトから最安値を一括比較、世界スケールのホテルズコンバインド。教科ごとに分けて入れるんだ。